いつもロプライオショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2010年モデル、アストンマーティン TBS タッチトロニック2を紹介させていただきます。まず、お車の状態ですが、フロントに下すり、フロント複数箇所、フロントガラス複数箇所に飛び石がございます。走行距離に関しましては約1万7000キロと低走行かつ車両コンディションも良好な状態を保っております。外装色はライトニングシルバー、インテリアはブラックセミアニリンレザーが採用されております。熟練職人の手によって設計・製造が行われたアストンマーティンのスーパースポーツカー DBS でございます。こちらのお車に関しましてはボディの各所にカーボンやアルミ素材が使用されており、外装面スポーティーな印象を受ける一台となっております。またインテリアに関しましては車外ナビゲーションやシートヒーター、バング&ウルフセン製のスピーカーなど快適装備も充実した一台です。ヘッドライトに関しましてはキセノンのヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンは6リッター V 型12気筒の NA エンジンが搭載されており、最高出力は517馬力でございます。また足元に関しましては純正の20インチアルミホイールに加えカーボンブレーキが用意されておりますので、制動力に優れた一台となっております。続きましてリア紹介させていただきます。リア周りに関しましては大型のリアディフューザーが装備されておりますので、迫力のある一台となっております。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては手動での開閉となります。スーパースポーツカーながら十分なスペースが確保された一台です。スーツケースに関しましても収納することが可能となっております。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはブラックのセミアニリンレザーが採用されております。運転席助手席ともに良好なコンディションです。ではエンジンを始動します。ステアリングに関しましては3本スポークのレザーステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されておりますので、自由自在な変速が可能です。またクルーズコントロールも用意されておりますので、快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましてはパナソニック製のポータブルナビゲーションが採用されており、こちらは地理時の視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますとバックカメラが作動し安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては6速のタッチトロニック2シフトが採用されております。また走行モードに関しましてはスポーツ、サスペンションに関しましても2段階での変更が可能です。運転席、助手席に関しましてはシートヒーターが完備されておりますので、肌寒い季節でも快適なドライブが可能です。こちらのお車に関しましてはバング&ウルフセン製のスピーカーも用意されておりますので、ワンランク上の上質な音楽をお楽しみいただけます。最後に気になる車内の匂いですが、若干芳香剤の匂いがいたします。今回は2010年モデルアストンマーティン DBSタッチトロニック2を紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約1万7000キロと低走行かつ内外装のコンディションも良好な一台となっております。高い走行性能、高いステータス性が魅力の DBS でございます。車外ナビゲーションや
バックカメラ、シートヒーターやバング&ルフセン製のスピーカーなど、数多くの快適装備が施されており、高い快適性が魅力の一台となっております。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。